はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルフィーです。では、今回は、SD ガンダムジェネレーションゼータガンダム編、グリープス戦記、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、地球、ニューホンコンで、サイコガンダムと交戦したんですが、今回は、ステージ3、ムーンアタックになります。で、ゼータガンダムの中では、このムーンアタックは、確か、ドコスギアに乗った、シュロッコが、ジャマイカンを出し抜いてね、ホンブランを制圧するっていう作戦だったと思います。早速、ジャプレの方を始めていきましょう。まず、ステージにデフォルトで配置されているのが、このアガマです。ここにはゼータガンダム100式。あと、メタスかな。それにリクディアスが2機配置されています。これ、まあ、いわゆるブライトのアガマだと思います。それとは別に、僕が介入させるグループですね。まずクラスチェンジから行っていきましょう。実はですね、少しやり直しをして、サイコガンダム捕獲して味方に引き入れています。ただ、サイコガンダムクラスチェンジまでできませんので、100式をクラスチェンジさせましょう。ゼータガンダムか、メッサーラか。メッサーラのコストは1000超えか。すごいな。ゼータのそれよりも高いですね。ゼータ630ですからね。まあ、ただここはゼータガンダム作りましょうか。で、あと、リックディアスがクラスチェンジできますね。まあ、マーク2と、あとはメタスにできるということであれば、どうだろうな。これ、マーク2を2機の方が良さそうだな。マーク2を2機対戦にしましょう。これで、さらに、ラーディッシュを作りましたので、ラーディッシュとアーガマで出撃させていきましょう。アーガマにはマーク2とリックディアス、サイコガンダムも積みましょう。で、ラーディッシュの方に、マーク2、リクディアス、それとネモという編成で、じゃあ出撃させていきましょう。ここは敵を迎え撃つ、月面でね、敵を迎え撃つというシチュエーションになると思いますが、敵の状況だけ確認しておきましょう。次はね、もちろんここですね。ここにあります。で、敵は、まずはジャマイカのアレキサンドリア。そして、白、このドコスギア。ここにメッサーラとガブスレイが3機いますね。そして、これがハリオ。ここにマラサイとハイザック。この3隻を、この月面で迎え撃つという体制ですね。基本的には敵がやってくるのを待って、そこで迎撃するというね、そういうシチュエーションで戦っていければいいかなというふうに思います。では、出撃して敵を迎え撃ちます。では、敵味方、部隊の展開が進んでますので、こっからですね、敵モビルスーツを排除していきたいと思います。先ほど確認したように、敵戦艦は3隻、ドコスギア、アレキサンドリア、ハリオという3隻ですね。我々の方はアーガマが2隻とラーディッシュ。同じ3対3ですけど、モビルスーツの数では少し我々の不利かなと思います。まあ、ただそこはですね、このサイコガンダムをうまく使って戦っていきましょう。サイコガンダムを手に入れた甲斐というものがありましたね。では早速、どうする？アレキサンドリアいきなり撃沈するか。拡散ハエメガ粒子砲。命中率100%。アレキサンドリアの2連装砲。これはどうなんだろう。ビームだったらね、サイコガンダムはアイフィールド持ってるんで、攻撃をね、防げる。ビーム。だいぶダメージ軽減できるかなと思って。うおアレキサンドリアを 一撃で葬った。さすがよ。さすがのサイコガンダム。サイコガンダムはどうなんでしょうね。エースになったらサイコガンダムマーク2とかにクラスチェンジできんのかな。まあ、せっかくね、アレキサンドリアを一撃で葬ってくれたんで、これじゃあ、しっかりと倒して、経験値稼ぎさせてもらえますか。ゼータガンダムは、デフォルトで配備されているものが1機、自分で用意したものが1機、いずれもレベル1ですね。だったら、まあ、特に気にせず、攻撃を加えて、経験値を今のうちに稼いでおきましょう。アレキサンドリアの方にはマラサイとハイザック。
まあ、どっちもこれからね、捕獲してまで使いたいっていうモビルスーツではないですね。一方、ドコスギアに配備されているメサラ、ガブスレン。これはね、特にメサラについては欲しいかなと思うので、メサラは回収できるようだったら回収したいと思います。これ攻撃できないんだよね。届かないんだよね。このイボイボみたいな山があるとね、しっかり、まあ、マップとしては、射程外に弾き出してくるっていうのは、まあ、しっかりしたゲーム設計になってるのかなって感じますね。では、アレキサンドリアのモビルスーツ隊を、もう白旗あげてますけど、排除していきたいと思います。さて、敵の方はどこすぎや、メッサーラを積んだ、シロッコのどこすぎやが前に出てきましたので、これをまた、サイコガンダムで、倒しましょう。サイコガンダムがいるのといないのでは、攻略の難易度が全然変わってきますね、これ。先にラーディッシュでどうだろう、ハイパーメガリッシュ砲をドコスギアに打ち込みますか。ドコスギアは、むちゃくちゃでかい。それこそ、ゼネラルレベル級に近いね、艦ですからね。確か、ジェネラルレベルが2番艦で、ドコスギアが1番艦の設定だったと思うんですけど、まあ、それほど、まあ、でかい大型艦、ドコスギアですね。まあ、シロッコは物語終盤で確かこれをジャマイカに譲ったと思うんですけど、それでも中盤以降しばらくドコスギアの艦長、キャプテンを務めたのは、このメッサーラでしたからね。拡散ハイメガ粒子砲。これで、このドコスギアを沈める。やり直してでもサイコガンダム、捕獲した貝というものがありましたね。このドコスギアはむちゃくちゃ強い。メッサーラを捕獲しましょう。なんか攻略としてはね、いつもギリギリでやってる僕としては、楽をしていいのかっていうお叱りもありそうですけど、ここは楽をさせてもらいましょう。ラーディッシュから、二連装キャノン。キャノンってことはこれ、実弾兵装なのかな？ビームには見えますけどね。残り1万4000削り取れるかな。ドコスギアだって3万6000だからな。ラーディッシュがやられるぞ、これ、次のターン。ここは何が何でも、ドコスギアを沈めないといけないな。ゼータガンダムは変形して、なんとしてもドコスギアに肉薄しましょう。ウェブライダーだと多少移動力が増すので、ちょっと離れているドコスギアでも倒せそうですね。まあ、ドコスギアも最悪このターンで沈められなかったとしても、ダメージをね、与えておけば撤退してくれる可能性があるんで、その可能性を信じて、今はとにかく、ドコスギアに肉薄しておきましょう。ガブスレー3機、メッサラ1機、特にメッサラは捕獲したいので、そうすると、今後の運用がむちゃくちゃ楽になりますね。防御してきたな。となると、残り我々の戦力だと近づけないかな。できるだけ、敵をね、削っておくっていう大目標があったんですが、ビームピストルではドコスギアは落とせないかな。残り1万残ってて防御されるとドコスギア撃沈は難しそうですね。1000しか削れないからね。そうなるとどうだろうな、ガブスレーとかでも沈めておく必要があるかもしれないな。まあ、確実に次メッサーラ、ガブスレーを収容した上でドコスギアは撤退すると思うんで、そうするとメッサーラを捕獲するチャンスはもうやってこないですね。ドコスギアごともう沈めてやるっていうね、そういう感じにはなっちゃうかなと思います。ちゃんと敵もね、
ドコスギアをガブスレで固めて守るっていう、そういうフォーメーションを組んできてるんで、簡単には取り付けないですね。削れるだけ削って次のターンでメッサラ腹に積んだままドコスギア撃沈しちゃいましょう。サイコガンダムがいる限り十分にそれが可能だと思います。なんで次のターン、敵のターンですけど、ガブスレイが攻撃をしてくることはないと思うんで、無駄にダメージをね、こちらが受けるっていうことがないように攻撃はあえて仕掛けずにいきましょう。ハリオは少し前進してきましたね。で、ドコスギアは予想通りモビルスーツ隊を収容して回復に入ると思います。回復に入るね。これをサイコガンダムで撃沈しちゃいましょう。まあ、本当だったら冒頭からお話している通りメッサラ、これをね捕獲して我が軍で使用したかったんですけども、ちょっとそれはできそうにないので、ここでもう沈めてしまいます。逆に経験値をねここで稼ぐということで割り切っていきましょうか。まずはサイコガンダム、この攻撃力でどれほど削れるか。アレキサンドリアを一撃で仕留めましたからね、クリティカルヒットしたとはいえ。どこすぎやこれで3000削れる。すごいダメージソースですよね。そう考えるとね。じゃあ、ウェブライダー形態になってますが、このまま、ゼータも前に出して、削っていきましょう。で、ゼータガンダム形態になると、距離的にはどうなんだろう。ここまでか。で、ビームライフルは届くけど、ま、できるだけ近づいた方が後続で攻撃してくるキャラクターが接近しやすくなると思うので、ここはもうドカッと前に進んじゃいましょう。どうせここ攻撃できる部隊というか機体はないと思うので、2連装ミサイルとビームライフルどっちの方が当たるかな。命中率 48%、 これが2連装ミサイル、ビームライフルの命中率は 55%、 こっちの方がいいな。もう回避に入ってきましたね。防御じゃなくて、このままだと削られる、そう思ったんでしょうかね。これ最悪削りきれないっていう可能性もあるな。そうするとここでどれくらい回復されちゃうかっていうところですよね。当たった。残り2500、1400。これを誰で削るかだな。百式とかで削ってほしいけどね、できればね。ビームライフル当ててくれよ。 55%、 2回やれば1回当たるかなっていうね確率ですけど、外した。そうなると距離的に届くのがもうリクディアスですね。リックディアスのクレイバズーカー。まあ、リックディアスも結局、ゼータガンダム最終盤まで出ましたからね。そう考えると、マーク2とリックディアスはね、一番最後まで活躍した機体ですよね。ゼータガンダムは本当に物語の中盤。百式は割と序盤で出てはきましたけど、本当に最序盤で出てきた機体といえば、このリックディアス。あとマーク2ですかね。クレイバズーカーも 39% の確率でしょう。まあ、そろそろ当たってほしいなっていうところですけどね。当たった。これでドコスギアをメッサーラごと撃沈です。ちょっともったいなかったんですけどね。しょうがないですね。ドコスギア撃沈したら、一気にリックディエスがエースに格上げになった。さすがだな。では、残りの舞台は、ハリオの、マラサイに、アイザックになんで、経験値稼ぎをしながら敵をね撃滅していきます。はい、ではハリオが接近してきてモビルスーツ隊を展開してきましたので、我々もモビルスーツ隊を出してハリオを撃沈、このステージをクリアしていきたいと思います。
もう敵はマラサイドハイザックだけなので驚異的なものはないですが、まあ、確実にヒットポイントを削りながらですね、まあ、味方としてはもうだ、まあ、サイコガンダムとかゼータガンダムとか百式とか、まあ、高性能機体を中心にですね、しっかりと経験値を稼がせていただきたいなというふうに思ってます。で、ここまで酷使しているサイコガンダムですけども、サイコガンダムの方はですね、一度アーガマに戻して補給させています。まあ、それでもエネルギーだいぶ使ってますね。まあ、ちなみに、このサイコガンダムはね、まあ、スードリ、まあ、アウドムラとかスードリとか、メーロードとか、そのあたりの機体、大型の輸送機にも入らなかったっていうね、本当に超大型のモビルスーツですけど、ここでは一応アーガマで補給をしてエネルギーを充電したという中で出撃してきています。マラサイはこのゼータガンダムの格闘で削っておきましょう。マラサイ相手だったらゼータガンダムの火力もうちょっと出てほしいかなっていう気はしますけどね。メッサーラがどれくらい強かったのかっていうのはね、あとは気になるポイントになってます。このゼータガンダムでも攻撃を仕掛けていきましょう。ここは拡散グレネード。それかビームライフル。このさっき見た感じだと、ウェブライダー形態だと、ハイメガキャノンが撃てそうでしたね。マップ兵器として。まあ、どちらかといって、ウェブライダー形態よりも、モビルスーツ形態の方がね、マップ兵器使いやすそうな感じはしましたけど、どうやらこのゲーム設定上は逆になってましたね。あとは削られることはないと思うので、ラーディッシュ、アーガマ、これは前にちょっと出しておきましょう。次のターンでハリオに艦隊戦を挑むためですね。百式も攻撃を仕掛けていきます。メガバズーカランチャーはここではマップ兵器扱いになってますけど、すでに動いてますので撃てないですね。では一番削れそうなこのハイザックを削っておきます。百式もね、この後ゼータガンダムにまたアップグレード、まあ、クラスチェンジですかね、するもよし、バウンドドックにするもよしっていうことで、まあ、鍛えれば鍛えるほど、この後使い道がある機体なのでね、しっかりとレベリングはしていきましょう。リック・ディアスもレベルが上がればマーク2。で、マーク2から百式っていうね、このルートを辿っていきたいと思います。話は変わりますけど、ディズニーランド、ディズニーシーがね、年パスを、まあ、一時的になのか、いずれにしても、廃止っていうね、報道というか、連絡が来てましたね。今だと、僕はですね、2パーク、まあ、つまりディズニーランドとディズニーシー、両方に、まあ、年間、基本的には無制限で入れますっていう、まあ、大体9万円ぐらいするチケット、買ってたんですけども、これがね、まあ、少なくともしばらく当面の間廃止っぽいので、ますますね、まあ、少ない趣味だったディズニー通いとディズニーでのビデオ撮影とかそういうことがちょっとできなくなるんで、本当に他の趣味を探したいなって思ってるんですけど、なかなかね、没頭できる趣味っていうのもないし、まあ、本当だったらね、海外旅行好きなんで、海外旅行に行ったりなんていうこともあるんでしょうけどね。まあ同じくコロナで、海外旅行程度も、まあ事実上難しい状況になってますからね。本当に困ったもんですけど。まあこの冬、おそらくもう一波来るでしょうと言われてますしね。まあ実際ヨーロッパとかではね、もう早くも第2波が来て移動制限とか、まあ市民生活に制限を設けるっていうような動きも出てるようなので、おそらく日本も、多かれ少なかれ確実に感染者数は増加するでしょうし、それに伴ってね、海外旅行とかが完全解禁されるっていうのは、まあ、ちょっと遠のくのかなっていうふうにね、感じてはいます。まあ、僕自身はね、まあ、いわゆる在宅勤務、テレワーク、中心の
勤務に今なってるんで、まあ、そこは、まあ、本当にね、まあ、誤解がないようにというのはあるんですけど、まあ、恩恵があるというか、在宅勤務は在宅勤務で本当にありがたいですね。通勤するっていうのはそれだけでね、体力使えますからね。今までだと大体職場まで30分、まあ、30分強ぐらいかかってたんで、まあ、フレックスタイム制があるとはいえ、まあ、大体9時ぐらいにね、出社してっていうルーティーンだったんで、まあ、8時過ぎ、8時10分、15分とかに家を出て、まあ、9時ぐらいにね、オフィスに着いて仕事を開始するっていう生活だったんで、それがね、通勤時間がまあ30分強、まあ、1時間弱なくなるっていうと、まあ、行きと帰り合わせて、まあ、単純に2時間ぐらいですね、フリーの時間が作れるっていうのはね、本当にありがたいですね。まあ、一方ね、小売業の方とか、まあ、小売業っていうかサービス業か、サービス業の方とか、医療関係者の方はね、まあ、僕の奥さんも薬剤師さんやってて、薬局に行ってるんですけど、まあ、そういう場合には、ね、もちろんね、在宅勤務なんていうのはまあ、 ありえない話なので、毎日頭が下がる思いで、送り出してるんですけど、まあ、そうでない人はね、本当に在宅勤務、できる人は在宅勤務した方が、そういう人たちもね、通勤時に自転車が混んでないとかっていう、それだけでもありがたいって、本人言ってましたんで、まあ、在宅勤務できる人はもう在宅勤務する。まあ、そういう、働き方になっていってくれたら、いいなって個人的には思いますね。で、全く会社に行かないっていうのは、それでそれでね、管理職の人からすると、管理がそもそも難しくなる。まあ、そういう、一面もあると思うんで、まあ、そういう場合にはね、週に1回、2回、まあ、出勤するっていう、まあ、そういうのでもいいんじゃないかなってね、個人的には思うんですけどね。まあ、いろんな考え方あるとは思いますけど。ここはじゃあ、マラサイを撃墜して、カラハリオを撃沈して、経験値を最大限もらいましょうか。まあ、残念ながら、メッサーラの回収もできなかったし、ガブスレを撃沈して、経験値を稼ぐっていうこともできなかったんですが、まあ、その分効率よくね、公約は進めてきてますから、ここはこの効率性を重視して、サイコガンダムはこの後も使わせていただきたいと思います。サイコガンダムのあるなし、いるいないで、もう攻略の難易度、攻略のスピード、多分、雲泥の差がそれこそね、出てくるんじゃないかなっていうほど、ゲームバランスを覆す強さですね、このサイコガンダムは。クリティカルヒットとはいえ、なんといっても、アレキサンドリを一撃で撃沈しましたからね。ここもハリオに対して、攻撃を仕掛けて削った後、まあ、百式なりマーク2なりリックディアスなりで、ハリオを撃沈していきましょう。デュオ!ここもハリオに対して、クリティカルヒットで一撃しか、まあ、できれば、経験値貯めたかったかなっていうのは、ありますけどね。まあ、その分最高ガンダムの経験値が上がったということで、よしとしましょう。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回、ステージ4プレイをしていきたいと思います。